ました、ともかの元気は木から、この番組は私藤岡ともかがやりたいことを30分に詰め込み、毎回ゲストをお迎えして喋って、笑って、歌って、また喋って、リスナーの皆さんが元気に、そしてハッピーになってもらえるといいなという思いからスタートした番組です。今回は、残念なお知らせと嬉しいお知らせ両方あるんですけれど、どっちから話そうかな。まあ嬉しいお知らせはやっぱりこう後にとっておいて、残念なお知らせから、実はですね、去年、7月にスタートしたこのオンラインラジオともかの元気は木から、今回の放送で実は最後になります。今まで聞いてくださった皆さん、本当にありがとうございました。引き続きライブや SNS なんかで、藤岡ともかをどうぞよろしくお願いいたします。続いて嬉しいお知らせなんですが、なんと4月から、FM 香川で番組を持てることになりました。さっきね、1年も千万に番組やめんのかいとこう思った方、残念ながら続きます。もともとね、自分のラジオ番組が持ちたくて始めたので、こう1年弱で目標が叶ってしまったんですよ。これ、まあ、たくさんの方に、まあ、ご協力いただいて、本当4月2日から FM 香川にお引っ越しという形で、藤岡ともかの元気は木から、1回目スタートします。番組の詳細については、後半お話ししたいと思います。さて、本日の1曲目は This is not a love song の中からスイートハートという曲をお送りしたいと思います。この曲は、私去年2015年に、めいっ子が2人生まれたんですけれど、弟の子供と妹の子供と両方3ヶ月違いで、生まれて、私おばちゃんになってしまったんですけど、まあね、普段こう会えないんですけど、こう動画とかね、写真とかを、いつも送ってくるんですよ。で、まあ、それがもう本当ね、普段会えないけれど、まあ、それを見てるだけでね、こう元気になれるというか、もう可愛くて可愛くて仕方ないんですよ、今めいっ子が。まあ、その子たちに書いた曲なんですけど、まあ、私はね、親ではないから、親目線とは少し違うかもしれないんですけど、まあ、そのめいっ子おいっ子がいる方は、おじさんおばさん目線で、まあ、実際ね、お子さんいらっしゃる方はもう親目線で聞いていただけたらなと思います。実はこの曲5回目の放送で、プロデューサーの松浦喜久さんをゲストにお迎えした際にライブセッションで歌わせていただいたんですけれど、まあ、今回はアルバムバージョンでお聴きください。それでは聴いてください。 SweetheartSweetheart, 僕のもとへ歩
本日のゲストはこの方たち、千葉県船橋市を拠点とするハスキーボイスとクリーンボイスの融合ユニットラストノートの小松雄一さんと海老原俊さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まずちょっとラストノートの、プロフィールをご紹介させていただいてもよろしいでしょうか。あ、お願いします。はい、2001年スカイというユニット名で活動を開始、活動休止期間を経て、ラストノートと改名、2015年にシングルアナザーストーリー、そして今年2月には待望のセカンドシングルウェイクアップをリリースしました。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。いや、先月、お二人のリリース記念、いや本当に来ていただいてありがとうございました。ライブでお会いしたばっかりなんですけど、そうですね、なんかね、飛び入りまでさせていただいて、いやでも実際、お客さんめちゃくちゃ喜んでたよね。すごい喜んでくれた。本当感動してたから。いやね、普通ね、あんなことならないから、うん、そうなの。だってさ、リリース記念ライブよ、ワンマンよ、にさ、全然知らない人急に来てさ、皆さんは言ったらラストノートを、を見に来て、楽しみに来てるわけや。でもラストノートの友達は、
あの人たちの友達みたいな。マジで。あ、なるほど、ね、あるよね。でもね、でもね、すっごいね、新やっぱ新鮮さもあるしね、いいよね。あれ違う違う違う、びっくりした、なんて言ったのかなと思って。新鮮さ、新鮮さ新鮮さ新鮮さもあるでしょ、だって、うん、ラストノート見に来てさ、ね、ね、あ、そういうことね、うん、そういうことね。そう、いや嬉しかったと思う。え、本当に、いや本当に本当に、だってあれみたいな感じだったもん。すごいね、なんかあの、うん、素敵なファン、なんかあったかいなと思ったよ。でしょ。だってね、あの、うん、ファンの方たちにもすごい私の CD までさ、うん、たくさん買っていただいて。いやね、だってね、なんかこの場を借りて改めてなんかあのラストノートのファンの皆さんにもありがとうございます。みんなありがとう、いつもみんなありがとう、いつも、ありがとう、感謝してるよ。いや、なんかね、もうラストノートと、はい、知り合った子、うん、出会いのきっかけなんかもね、ちょっとお話しさせてもらえたらなと思うんですけど、はい、はい、でまだ日が浅いよね。まだ日が浅い、確かに。あ、確かに、そう考えてみたらそうだよね。2015年のね、11月にね、松浦堂ミーティング、はい、はい、そうだそうだ、で、うん、あれ3回目かな、第3回松浦堂、第3回松浦堂ミーティングで初めてお会いしたんだよね。しましたね。でもなんか松浦堂って言ってもさ、なんかリスナーの皆さんが、うん、松浦堂って何みたいな感じで思って、うん、言ってる人もいてると思うんで、松浦堂のことをちょっと説明した方がいいかなと思うんですけど、うん、松浦さんはこの番組にもゲストで来たことがある。そうです、そうです、松浦昭久さん、はい、今回の私のアルバムをプロデュースしてくださった、実はそのラストノートの新しい、そうなんですよ、セカンドシングルのプロデュースしてくださった素晴らしいプロデューサーなんですけど、はい、いや、まあ、皆さんご存知というかね、僕たちがすっごくお世話になっているサウンドプロデューサーの松浦昭久さんが、そうですね、ちょっと松浦さんの言葉をお借りしますね、はい、音楽とは何だろう、うん、もうここからもうね、どうなってるの、深いね、深いね、いや、もう急に深い感じになっちゃうから俺もう本当これを、この文面を見た瞬間、松浦昭久という人物の頭の中は一体どうなってるんだろうと思ったんですこの後何言うのかなって思ったら、うん、いつの時代にも音楽は人が作り出し、人々に問いかけ豊かさを生み出してきた。音楽を作ることも奏でることも伝えることも共有することも全てはコミュニケーションだ。だとすれば音楽を愛する全ての人たちのコミュニティスペースを作りたい。この場所がそういった場所であるようにという願いを込められた場所が松浦堂ミーティングでございます。温かい、ね、もう素敵すぎやんそれ。温かい、ね、だって普段音楽やってる時って俺らはほら2人でさ曲作ってる時はもっとこうした方がいいんじゃない、した方がいいんじゃないってやってるけど、ね、ソロシンガーでやってたら家にこもってピアノにキーボードに向かってとかあるわけでしょあるある。 そう、でそれでなんかこうもっと自分を高めたいとか、なんかみんなこれどうしてんだろうとか素朴な疑問ってたくさん生まれてくるじゃない。もちろん。で自分はこうしてるよとかっていうことをなんかこうみんなで集まってこうなんだろうな、自分で自分のことを磨くことってできないから、うん、そういうところに飛び込んでいっていろんな人に磨いてもらって自分をもっとピカピカにしていこうぜっていうことだと思ってるんです僕はね。なるほど。っていう場所なんですよ、ね、ほんと素晴らしい。え、どうしたの。いやいや、俺はなんかすごいごめんね。いやいや、すごいなんか松浦さんのことをこうすごく理解してるなっていうか、なんかさすがアンバサダーだなと。松浦堂カバーズもやってるじゃん。はい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 。実はそのあれ11月に初めて会って、うん、でその本当数週間後に12月かな、初めて松浦堂カバーズって言って、うんまあっね、邦楽のカバー曲をあえてこうピックアップして、うん、で生演奏でやる、うん、撮って YouTube にアップするっていうやつを始めたじゃん。ぜひちょっとチェックしてほしいよね。ね、そうですね。松浦堂って松浦堂ってインターネットで打ったら、うん、ホームページがもう一発で出てくるんだけど、うんうんうん、そこにYouTube へのリンクも貼ってあるんで、うんうん、ぜひ見てください。ぜひ、します。あとちょっとラストノートのお二人がこう出会ったきっかけとか、うん、ちょっと聞かせてもらえたらなと思うんですけど、ちょっと その前にさ、うん、ちょっと一個気になったの。うん、2001年にさ、うんうん、スカイというユニット名で活動開始って書いてるよ、はいはいはい、何ニヤニヤしてんの。いやいや、ちょっと待って、スカイっていう名前でやってさ、うん、ラストノートとこう活動休止期間でさ、うん、11年活動休止してるでしょ。そう、何なのこの11年ってあなたたちまだ若いのにまだ若いのにいや一緒に始めたはいいんだけど、スカイっていう名前でね、そうだね、始めたはいいんだけど、もうこれ あまりに名前がダサいんじゃないのってことで一回離れたわけよ。嘘でしょそれは嘘違うね、じゃあ真面目に話してもらっていいですか。あの
お互いソロ同士でやった方がいいかもって、なんかね特別な理由があったわけじゃないんだけど、喧嘩したの、喧嘩じゃない、急に思ったの、なんかお互いがソロ同士の方がいいんじゃないかって、で、まあ、普通ソロでやっていこうかって言って、そうで、お互いソロで活動してて、で、一昨年の年末か、違う、去年の1月だよに、やっぱちょっともう一回一緒にやんないみたいな、急にめっちゃ最近やん、そうそう、とか活動期間まだ1年2ヶ月ぐらい、そうだね、まともに活動してから、前はなんかけど、まあ断ることに、まあ休止だから、うん、たまにこう友達の結婚式とか、そうそうそう、再結成、なんかその時だけ、そうそうそう、その時だけっていうのはちょこちょこやってた、やってたけど、うん、むしろずっとその後もソロ活動しながらも一緒にこう相談し合って、いろいろソロ活動しながら、うん、ソロ活動の、そうそうそう、の相談をお互いしながら、でもライバルだから、あいつこんなに頑張ってる、俺もやんなきゃみたいなことで、こうそれこそこう切磋琢磨じゃないけど。やってて、すごいね。でそれでまた再結成って、うん、その再結成したそのなんかあるの、出来事みたいな。出来事は電話だよね。電話、年始にね電話してたんだよね、そうそうそう、明けましておめでとうみたいな。そうそう、で俺が、いや俺ワンマンやろうと思うんだよねっていう、うんうん、そう、ソロでね、ソロでワンマンやろうと思ってるっていう電話が来たんだね、うん、でまあその俺がね、その時にこう船橋市でこう、うん、雄一がいろんなイベントをこうやってたのね、うんうん、市のイベントとかを、でなんかこうそれにこう出させてもらってたりして、でいろいろこう雄一に相談しながら、こう活動もしてたんだけど、うん、でなんかそこで、まあ、その時に、まあ、少しずつこう雄一と一緒に音楽やることも増えてきてて、うんうん、こうまあ、ワンマンやろうと思うんだけどっていう話をした時に、なんかなんでだろうね、その時になんかまあこうだったらこう2人でこうやろっかみたいな、ちょ一緒にやろうぜって言ったの。あ、そうなんや、うんうんうん、今さ船橋って出たけど、うん、なんで船橋なん。あ、小松の船橋生まれ、船橋育ち。あ、そういうこと。そう、俺そんなやつも大体友達。そうそうそう、うん、はい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 。え、でもしゅんくんは船橋じゃないでしょ。全然茨城だから、ね、めっちゃ訛りあるよな、うん、いや今は訛りないでしょ、全然なるよ。いや茨城の、茨城のってか知り上がりの感じに。いや全然全然ですよ、もう。え、でもさ船橋出身じゃないわけやん。じゃない、うん、なのにそのゆうちゃんが船橋っていうだけで、うん、船橋、いやだけでじゃない、だけでじゃない。あ、じゃないんだ。だからその船橋市でいろいろゆうちゃんがイベントをやってて、うん、でそのイベントとかに俺が呼んでもらったりしてね、うん、船橋のそのイベントに関わってる人だったり、船橋市に住んでる人たちがね、すごいこう応援してくれるんだよね、音楽を。音楽に温かい、深くなってきてさ、はいはい、知り合いも増えてきたから、うん、ここいいなって思ってくれてきたってことだね。あ、すごい温かくて、うん、音楽に。いや、それこそ、この前のライブの人たちは船橋の人たち、うん、そう、みんなそう、うん、そうなんだ。ああいう感じなの、みんなが。めっちゃ温かいやん。そう、そう、温かいの。私も最近やっぱり香川、うんね、地元香川でライブとかも結構してて、うん、いや地元ってすごい温かいなってこう改めてさこう思ってるんだけど、いやでも再形成して1年ちょっと、うん、1年ちょっとで、ね、新しいあの CD 出して、うん、で2月28日だっけ。2月28です、ね、こうあのウェイクアップ、ウェイクアップ、はい、あの曲めっちゃいいよね。あ、本当ですか。嬉しいです、本当いい。なんか私では絶対作れないメロディーだったりとか、こうリズムだったりとか、でまあね、この前の第4回の松浦堂ミーティングでも一緒に歌わせてもらったんですけど、うんうんすね、いやなんかあのシングル実際3曲入りじゃない、うんうん、あの3曲入りのなんか例えばその聞きどころ、それぞれの聞きどころだったりとか、うんうん、なんかレコーディングのこうエピソードなんかもしあったら教えてもらいたいなって。聞きどころはさいっぱいありすぎてもう分かんないの、もうね、俺たち自画自賛ユニットというて自分たちで ね、そうそうそう、ウェイクアップに関してはけど、うん、あのね、そのセカンドシングルウェイクアップの1曲目がそのウェイクアップっていう曲なんだけど、うんうん、もうゆういちがよく言ってるこう、うん、月曜日だっけ、月曜日の朝に聴いてほしいんだよね。そう、これから1週間頑張るぞっていう時に気合い入れる時に、うん、あのちょっと憂鬱だったりするでしょ、月曜日の朝って。あ、そうやね、1週間また始まったみたいなことで、うんうん、金曜まで頑張んなきゃって時にちょっとテンション上げたい
って時に聞いてもらいたい。いやでもわかる。なんかその月曜の朝起きて、ちょっとその憂鬱っていう感じの時に聞いて、よし、なんか今から1週間頑張ろうっていう感じの曲やもん。本当に本当に思って、いや、ほんまや、思ってるか言うて、俺が言ったことを今、そうそう、そのまま言っただけだから、もう一回言っただけだからね、今のやりおるわ、なんか持ってったわ、いつものこと、いつものこと、いつものこと、なんかね、人が言ったことをね、なんか、自分が繰り返して、自分のものに言うのが、なんか得意みたい、私、面白い。え、他の2曲は他の2曲は、バラードが入ってて、そうだね、その次今更だけどっていう、そう、あの曲は結構そうだね、普通にでも俺あの曲好きよ。いや私も好き、俺も大好き、あれにもすごい素敵。いや本当に、いや本当にそれはもう本当にもう、ね、え、誰がしたんアレンジ、松浦明久なんかこれ松浦さんの宣伝みたいな感じ。いや本当すごい ね、あんな風になると思わなかったよね。全然違う曲になるね。そう、私も思う、自分のその曲最初に持っていたデモと、あ、そうなんだ、やっぱりあれみたいな、え、同じ曲ですかみたいな。そうそうそう、あとさ歌もすごい変わるよね。わかる、歌い方とかディレクションもすごいしね。いや、そう、本当に素晴らしい、こんな風に俺歌えたんだ。そう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 、新しい発見がね、どんどん生まれる。わかる、それ、うん、ね、みんなプロデュースしちゃえばいいのに、まず全員ね、ほんとに、そしたらいい音楽いっぱいになるよ。ほんとだよ、思うのよ。松浦さん、身もたんって、うん、そうだね、大丈夫大丈夫大丈夫っつっちゃったけど、肩揉むから俺、殺されるって言われたの、私もう徹夜続きで。あ、そうなんだ、やばいやばい。でもね、それだけ思い入れのあるね、うん、いや、ともちゃんのアルバムもすごいいいよね。いや、ほんとにね、そう、そう、繰り返し聞いております。ありがとうございます、ね。でね、さて、まあ、まだまだ お伺いしたいことたくさんあるんですけれども、はい、まあ、そろそろね、お別れの時間になってしまいました、はい、もう、あの、まあ、またね、うん、松浦ドカバスとかでも、うんうん、そうですね、会うと思うし、まあ、ちょくちょく多分、お会いすると思うので、はい、はい、今後ともよろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、最後にね、ラジオをお聞きの、はい、の皆さんにメッセージをお願いしたいんですけれども、それぞれ、じゃあゆうちゃんから。そうですね、曲この後もしかして流していただけたりするんでしょうか。え、流してほしい。え、ぜひお願いしたいんですけど。いや、流すよ。 ありがとうございます。当たり前や。え、じゃあもうぜひ、ぜひウェイクアップを流してほしいんですけど、うん、この曲を聴いていただいて、あ、まあ、買っていただいて聴、うん、いて元気になれなかったという方、うん、返金保証します。嘘、はい、マジで、はい、大丈夫です。それ新しいね。大丈夫です。そのぐらい自信があるってことだよね。そう、うん、大丈夫です。いや、ほんと、なるでしょ。自分の音楽に自信持って、自画自賛ユニット、ほら頑張れ、ビアラ、いけ。え、シュウ君は。じゃあ、僕からはですね、いや、返金保証、する気持ちでいます。そういうことです。まあ、自賛するとかじゃなくて、それぐらい自信がありますということです。はい、OK。 ぜひぜひ、僕らの音楽も聴いていただきたいですし、はい、姉さんと僕らが一緒にやってる松浦堂の、うん、ね、カバーズもね、聴、うん、いていただきたいと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。なんか近々ライブとかないんですか。近々は4月に入ってから結構入ってるんだよね。そうですね。それも3本ぐらい、オフィシャルのサイトとかでイベントチェックできますか。はいはい、載ってます。はい、できます。ツイッターとかフェイスブックとかもね、やっております。ラストノートっていう名前か、小松雄一か海老原俊子、まあどれでもヒットすると思うんで、ぜひ、ぜひ、ね、視聴者の皆さんぜひチェックしてみてください。お願いします。新しい CD はどこで買えるんですか。はい、僕らのライブで買います。あ、ライブ会場のみ。あとホームページから、うん、ホームページから通販受付中、はい、そうなんですね、はい、そしたら最後にじゃあ、曲紹介、はい、お願いしてもいいですか。はい、じゃあどうぞ。しゅうさん、それでは聴いてください、セカンドシングル Wake Up。 ということで、この時間はラストノートの小松雄一さんと海老原俊さんにお越しいただきました。次はぜひ FM 香川の方にも遊びに来てください。ぜひ、今日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。声出して踏み出したい一歩。 I'll be there alright、 雨が降っても下がる日も上がる日も、不実なもんでプチャー。
しまいたい。そんな自分も認めたくない。ボリュームマックスで話で駆け出した、あの頃のパワーどこにもない。どうしてだろう、誰にも優しくなれない。どうしたんだろう、大好きな歌でさえも歌いたくない。自問自答。 I'll be there or I 雨が降っても下がる日も上がる日も確実なモンスター。始めたものにだけ見えるのがゴールで、過ぎ去ったのはスタートライン。心のコンパスが教えてくれるのは進むべき道だ、だそれだけ。どうしてだろう、不安という名の荷物持って。どうしたんだろう、重くて疲れちゃったよって泣きたくなる。 Wake up like you でこんな朝でも声出して声出して踏み出したい。ともかの元気は木から、番組の初めにお伝えしましたが、来月から FM 香川でレギュラー番組が決まったので、ともかの元気は木からお引っ越しいたします。FM 香川なので、香川県内でしか流れないんですが、有料にはなりますが、スマートフォン、Android、iPhone どちらでも大丈夫です。あと iPad でも聞いていただけます。どこでも FM、もしくはリスモウェーブというアプリをダウンロードしていただくと聞けます。これからは毎週土曜日夜20時25分から20時55分の30分間の番組お届けしますので、ぜひ聞いてください。藤岡友香の元気は木から、スタートは来月4月2日土曜日20時25分です。主なコーナーとしましては、一つ目は私が、リスナーの皆さんに聞いていただきたいおすすめラブソングを、毎週一曲セレクトして流します。単にこう曲を紹介するだけじゃなくて、シンガーソングライターの目線からなぜ私がその曲を皆さんにおすすめするのか、私なりの解釈でお伝えするコーナーです。二つ目は、私がこう直接ね関わりのある尊敬する方、また今後ぜひご一緒させていただけたら嬉しいなと思っている方々をゲストにお招きして、リスナーの皆さんに代わっていろいろと本当は聞きたいんだけど聞けないなというようなお話をこうざっくばらんに聞いていく楽しいコーナーです。記念すべき第1回のゲストなんですが、めっちゃ豪華です。ぜひ期待していただけたらと思います。他にも香川県在住のさぬき弁バリバリの外国人をゲストにお招きして一緒にこう使える英会話レッスンのコーナーなんかもあります。まあ、実はこれは単に英会話レッスンのコーナーではなくて、こう前からねこうずっと疑問に思ってることがあったんですよ。だから日本人ってこう義務教育の6年間、まあ、最近だとこう小学校から英語を勉強したりする学校もありますよね。まあ、なのに英語が話せないとか英語を話すことにすごく苦手意識を持っている人がすごく多いのはなぜだろうと、まあ、あと自分は話せないのにこう人が話している英語を聞いて文法が間違ってるだのね、発音がおかしいだの、そういうところにすごく こだわってるというか、まあ、ニュースとか見てても他の国の方がこう英語で話してるのを聞くともうすごいアクセントがあったりこう文法が正しくなかったり全然普通にあるじゃないですか。まあ、例えばこう R がつくものはこう全て舌を巻く人とかね、なんかこうロシアとかなんかベリベリグードみたいなとか聞いたことあるでしょ。まあ私はそんなことより、まあ拙い英語であっても相手にこう伝えようとする努力であったりとか、あの英語に対する苦手意識っていうのを克服して、
まあ、外国人ともっとこうコミュニケーションが取れるようになるといいなとか、その方が絶対楽しいのになと思って、まあ、留学経験があるとは言っても英語が、ネイティブではないので、あえて日本語が母国語の私と、日本語が母国語ではなくて英語がネイティブの外国人のゲストと2人で、日本語も英語もごちゃ混ぜで会話をして、もし間違った使い方だったりとか、わからないことがあれば、まあ、こうすごいラフにね、お互いこう訂正したりとか質問し合ったりして、こうリスナーの皆さんが少しでも英語に対する恐怖心だったり苦手意識っていうのを克服して楽しく英語が学べるといいなと思って考えたコーナーです。藤岡友香の元気は木から、タイトル通り、まあ、例えば嫌なことがあってこうむしゃくしゃしてる方だったりとか、学校や仕事なんかでね辛いことがあってこう落ち込んでる方とか、あとまあすでに、まあ、元気だけどまだまだこう足りないというリスナーの皆さんに、藤岡友香の有り余ったこの元気と、ハッピーエネルギーをこう振りまいて、とにかくこう楽しい番組にしていこうかなと思ってますので、これからもよろしくお願いします。あと、ライブや出演情報なんですが、3月26日土曜日に応援ソングを歌わせていただいているサッカー J2 蒲田マーレさぬきのホーム戦で勝利の鐘歌わせていただきます。やっとこの念願のスタジアムでこの歌を披露できるので、もうすごく楽しみにしてます。対戦相手は今回お隣の徳島ヴォルティスですが、今のところ、蒲田マーレさぬきかなり好調ですので、ぜひこの試合も勝っていただきたいですね。ぜひ香川の方は一緒に会場に応援に行きましょう。あと2016年に入って初の東京でのソロライブになりますが、4月22日金曜日にあけぼの橋にありますバー461というお店でライブやります。今回はいつもドリーマーでサポートしていただいている素敵なピアニストのマリリンこと、武田まりえちゃんと2人でのデュオライブになります。このバー461は、特に60年代とか70年代のブルースやソウルミュージックが好きな人たちが集うお店なんで、そのあたりのカバーも交えながら、12月にリリースしたミニアルバム This is not a love song の収録曲を中心にお届けしたいと思います。詳細ですが、4月22日金曜日、スタートは19時30分です。場所はバー461、ミュージックチャージは3000円でワンドリンク制になります。ご予約お問い合わせは、バー461まで、お電話番号が 03-3358-7283 03-3358-7283、席数に限りがありますので、ぜひ早めにご予約お願いいたします。当日重大発表もありますので、ぜひお越しください。お待ちしてます。今回の友香の元気は木から9回目でしたが、いかがでしたでしょうか。次回からオンラインラジオではなく FM 香川にお引越しになります。4月2日土曜日20時25分からの放送になります。ぜひお聞き逃しなく。それではこの辺でお別れしたいと思います。次回また4月2日にお会いしましょう。ありがとうございました。藤岡友香でした。